委員長石井瑞子君。はい、日本維新の会の会石井瑞子です、えー、国交委員会の皆様、はじめまして、よろしくお願いを申し上げます。えー、斉藤大臣の,あの10月25日のご挨拶の中で、私は災害により犠牲となる方を少しでも減らすことこそ、政治の役割であるという思いを持って、政治家としての活動を行ってまいりましたとあります。 私も2011年の3月から現在までも東日本大震災の医療支援活動、希望と絆というのを継続中でございまして、心のケアの健康審査をやらせていただいております。え今日はですね、私の,あのふるさとの東京・浅草から、あの全国おかみさん会の皆様が来ていらっしゃいまして、はい、全国おかみさん会の皆様はですね、2016年の4月の26、27日、日本、 伝統工芸フィエスタという福島県富岡町の仮設住宅の皆さんがお作りになった工芸品を販売するテントを上野公園に設けてくださいまして、収益の一部を熊本地震で被災された方に寄付金として送ることができました、東北震災から5年目でございました。お亡くくななななりになられまししした安倍晋三元総理が福島のの復復興興て東北の復興なし 東北の復興なくして、日本の再生なしとおっしゃった言葉私が一人の政治家として、福島の支援活動を続けていっている原点となっております。津波で国土がむき出しになった風景、多くの尊い命が奪われ、崩壊した街その光景を目の当たりにしたときに、この国の国土強靭化計画は今後どうなって、どう組み立てられていくんだろうかと、 政治に強い関心を持ったスタートの時点でございました。あれから10年です。この10年の間に、台風14、15号も含め、次々と大規模災害、自然災害を経験いたしました。甚大な被害を受けて、長期にわたり復旧・復興事業の対策を余儀なくされております。10年前の3.11から国交省として、何を成してきたか。 午前中にも質疑がありましたけれども、国土の強靭は今、どの段階にあるのか、国土強靭化の基本法というのが交付、施行されて、平成30年に見直しを行い、3か年の緊急対策、5か年加速化対策というのが制定されております。これによってどのくらい 国民の皆様の命を守ることが強化されてきたのか、10年の間の国交省としてどう取り組んできたのかを、本日は斉藤大臣に最初に質問させていただきます。これまでの国土強靭化対策の取り組みを、大臣はどのように評価をされていらっしゃいますでしょうか。とりわけ、国土強靭化というのは、ハード面とソフト面で、この10年間、 どう変わってきたのかということをお伺いしたいと思います計画通りに行っていないところはどこであってまだ足りていないところはどこで強化すべきところはどこにあるとお考えかと、え特にですねどこがまだ欠けているかについても具体的にお答えをいただけたらありがたいと思いますよろしくお願いいたします斉藤国土交通大臣はい あの国土強靭化、この3カ年緊急対策、また5カ年加速化あ期間、今、あその5カ年加速化期間の最中でございますけれども、えー、いろいろな分野で、えー、この国土強靭化、あ防災・減災国土強靭化あ化、進めてきております。まずあの、これまでの取り組みをどう評価するかというご質問でございますが、まあ、一定程度の,あの効果、表れてきております。まあ、例えば あこの台風1五号、十4号、今年の台風14号で、宮崎県の五ヶ瀬川ではあのー、以前より、以前と同等の雨量であったにもかかわらず、そして今までは浸水被害があったにもかかわらず、今回はまあ稼働掘削等を進めてきたということもあり、浸水被害を免れました。まあ、あの私のの地元の話で,、えー、教室でございますが、まあ、例えば、あのー 今年も、昨年も大きないわゆるまた集中豪雨による土砂災害があったんですが、砂防園庭を築いていたために、しっかりその砂防園庭が土砂災害を食い止めて、その下にある団地を守ったと、まあ、こういう形で、徐々に効果が現れてきているとあの思います。あのまあ、今後し、えー、しかままままだまだでございます、えーまあ、そのためにはまずハード の面でいい、まあ、いろいろな分野がございます河川、えー、またあ砂防おお、道路、おまあ、鉄道もそうです、まあ、そういう分野でしっかりと防災・減災の対策を施していくハードの面、それからソフトの面では、あその災害そのものは避けられないとして、いかに命を救っていくか、その避難をどう、おえー、こう、 その効果的なものにしていくか、あのその両面にわたって、えー、進めていかなくてはならないと思っております。ハードにつきましては、まあ、しっかり優先順位をつけて、予算をつけて着実に実行していく、ソフトについては、まあ、これを実効性のある避難計画、今、タイムラインとかいろいろな。あ 方法が提案されているところでございますけれども、これは関係省庁と連携を取りながら、えー、進めていく必要があると、このように思っております石井光子君。ありがとうございました、えー。実効性のある事業計画というところで、ちょっと具体的にお聞きしたい、えー、直下型地震について質問させてください。直下型地震が発生した場合ですね、その被害の特徴として挙げられているのが、巨大過密都市を襲う膨大な被害。具体的には 首都中枢部というところのです、ね、機能障害という、まあ、全く機能しなくなってくるという被害があります。東京一極集中の都市を襲う直下型地震を想定しますと、もうすでに過密化している現状ですから、人的被害を軽減する間に、ですね、まあ、こういうことを国土交通省としてはどのように具体的に 実効性のある事業として取り組んでいくべきとされているか、これもまたハード面、ソフト面、それぞれどのようなものをお考えなのかということで、その点を強化、どの点ですね、どの点を強化しなければならないとお考えか、一般の方に非常に興味のあることだと思いますので、まあ、専門的な観点から少し明確にご指摘いただきたいと思います。斉藤国土交通大臣あの切迫する首都直下地震に対して 国民の生命、財産を守っていくためには、省の総力を挙げて対策に取り組んでいく決意でございます。このため、国土交通省首都直下地震対策計画を策定いたしまして、まずハード面でございますけれども、住宅建築物の耐震化、それから木密と言われている木造住宅密集市街地の改善整備、道路の無電柱化、ソフト対策としては、 鉄道駅におおける帰宅困難者対対策策訓訓練練等のの防災訓練などの対策を推進しております。さらに地震発生後の応急活動でございますが、海上保安庁による捜索・救助活動、陸海空の緊急アクセスルートの確保、それからリエゾンやテックフォースによる被災状況の把握などを迅速に、 実施できるよう人員資機材の確保に努めておりますあのまあ、これら全般で、えー、多くの命を守っていくということと首機能の維持という,うその2つのことを成し遂げたいと思っております 石井美津子君ありがとうございます、えー、港区の9割は高層マンションに住んでいるということで,です、ね、まあ、首都の,そのマンションの中にいる人たちをどのように安全に命を失わないで済むように直下、えー、直下型地震が来たときの計画というのも、これから、まあえー おいおいですね。私もいろいろ意見を言わさせていただきたいと思うんですが、先ほどあの大臣がおっしゃったように実効性のある事業をハード面でも進めていくということです。バブルの頃にですね、あのこう公共事業というとなんかこう悪いイメージがあったような時代がありました。なので予算の無駄遣いだとかですね。特にダムなんか記憶に新しいところですけれども、今また。 国土標準化ということで、正確にいいそのまちづくりをしていってもらいたいと思って、イメージづくりというのもね、とても大事だと私は思うんですが、ここでちょっと専門的なことになりますけれども、私、統計学をずっとやっておりまして、この間からあのちょっと気になって、このチャンスがあれば言いたいと思ってたことがあるんですね。2021年12月に国土交通省が、建設工事受注動態統計調査の書き、 会を指示してデータを二重に計上していた問題というのがありましたで。これはあの、私はですね、このデータの二重計上があった可能性に受けて、可能性があるという報告を受けてから、適切な対応を取っていなかったとする報告書をまとめたのを読みましたけれども、あれはあの、イメージが悪いということが先行していてですね、私は決して統計学の人たちが間違えたとは思わないんです。この点につきまして、えー 大臣がですね、25日のとき、あのご挨拶のときに、令和4年8月に取りまとめた再発防止策になる国土交通省統計改革プラン、公的統計に対する信頼回復というふうに書かれております。そこでなんですが、この開かれ、使われ、改善し続ける統計というのをですね、私は日本語がよく理解できませんで、統計を誰に開くんだろうかと。 ターゲットは何なのかと思いまして、えー、もし政府参考人の方で、ですねこの開かれ、使われ、改善し続ける統計は誰を対象にして、信頼回復を図っているのか、目的は何なのかということをお答えいただきたいんです、誰を対象として信頼を回復していこうとしているのか、ターゲットはどこに当てているのかということなんですね。 まあ、あの補正予算も含めて、予算要求3億円です、統計という分野はです、ね、専門家が少ない、えー、分かりやすく言うと、京都の舞妓さんより数が少ない、分かりにくいたですね <laughs>、えー、統計改革のプランは、その目的はどこに当てて何をしようとしているのかをご説明していただきたいと思います大沢政策立案総括審議官。 答えいたします今般の統計の不適切処理事案を受けまして、再発防止検証タスクフォースを設置いたしまして、有識者のご意見も伺いながらです、ね、議員ご指摘の改革プラン、8月10日に取りまとめ、公表したところでございます。その中で、ご指摘の開かれ、使われ、改善し続ける統計というのが基本原則として掲げられてございます。このあの統計の対象でございますけれども あの統計はあの基本的には社会の情報基盤であるというふうに考えてございまして、そのため統計のユーザーとしましては、国や地方公共団体の政策立案、それから実施の仕様となるだけではなくて、事業者や国民などで広く利用されることを想定してございます。その上ででままずあの広がれた統計でございいすがこれについては これまでですねともすると集計方法、推計方法などがはっきり分かりやすくあの、開示されてなかったものがございました。こういったものをですね統計プロセス含めて、しっかりできる限り分かりやすく開示していくということを目指すものでございます。また、使われる統計につきましては、先ほど申し上げました事業者はじめとする一般のユーザーの方々の意見をしっかりとよく聞いて、より使われやすい統計にしていくということを目指すものでございます。 また改善し続ける統計につきましては、こうしたニーズに合わせて必要となる統計の精度向上や品質改善を適切に進めていくということを目指すものでございます。この改革プラ,プランに基づきまして、えー、公的統計の信頼回復に向けまし、統計改革の推進、着実に取り組んでまいりたいと考えてございます。石井光子君。 ありがとうございます、えー、統計家は非常に少なくてです、ね、まずこのホームページでプロセスをあの開示するのであれば、それを誰に対して開示しているのかというお返事を書いてもらえるようなコーナーを設けるといいと思います。えー、技術的な面で、えー、問題があったわけではないというようなこともです、ね、これからじっくり時間をかけて、この、えー、二重形状についてもです、ね、国民の皆さんの理解をあの得てです、ね、決してその、えー、ハードウェアの、 事業者のイメージが悪くなるというようなことは、あれは間違っているのだと、統計を二重計上したんじゃなくて、時間が遅れていて、最終的にはこうなったんで、きっとね、あの専門家が読めば分かる、わかると言うと思うんですね、そういうことを開示していくことがよろしいかと思います。えー、意見だけにとどめさせていただきます。さて、次ですけれども、2025年にあります万博について、ちょっと質問をさせていただきます。万、えー、万博博はです、ね、大阪関西万博 このエアータクシーとしてのサービス、空飛ぶ車というのが大注目されて話題となっておりますけれども、私ども日本維新の会議におきましても、空飛ぶ車の未来技術について、万博終了後の社会実装を強力に後押しするべきと考えますというふうに発表しているんですが、実は、福島県の福島コスト構想、間違えました、福島イノベーションコスト構想ですね。であの えー、ロボットテストフィールドっていうのがありまして、えー、そこに空飛ぶ車で、私、えーっと、8月26日、2020年だったと思う8月26日に見せてもらったって、乗ったわけじゃないんですけれどもあの、見せてもらったことがありまして、これがあのテトラ MK3 というものですけれども、大阪ではどの車が飛ぶか決まってますか、シーンとしちゃいましたけれども。 決まってどの車が飛ぶか、すでに使われている車っていうのは決まっているのでしょうか、どのような車が空を飛ぶんでしょうかと、これは空飛ぶ車というのが、社会の実装につながっていくでしょうか、私はあのあの福島の人が開発したものが、大阪の世界中の人が見て、これがえ日本の都市計画の国土強靭化のですねえ送迎サービス、離島山間部での移動手段。 災害時の緊急搬送などの活用が日本が先んじてしたとったら、すごくああのいいことだと思うんですけどどの車が飛ぶということと、実装計画につながるかということの2点につきまして、お答えをいただきたいと思います久保田航空局長。お答え申し上げます。あの空飛ぶ車にはです、ね、実は明確な定義はございませんが、一般的には電動でありますとか、 垂直離着陸といった特徴を有する航空機でありまして、えー、具体的にはまあ人を乗せることができる大型のドローン、えー、場合によっては翼もついている、そういったイメージでございます。で現在、世界各国におきまして、開発が進められているところでございます。この空飛ぶ車人を乗せて飛行するものでございますので、安全性が確認された機体であるということが必要でございます。 現在、我が国におきましては、昨年の10月に日本のスカイドライブ社そして今月、アメリカのジョビー・アビエーション社からそれぞれ機体の安全性の証明に関する申請が航空局に対して行われておりまして、現在、私ども審査をしているところでございます。 2025年、大阪・関西万博におきまして、どのような機体が使用されるかにつきましては、今後、空飛ぶ車を運行する事業者によって決定されることになりますが、国土交通省としても、万博協会、地元自治体とも連携して調整を進めてまいりたい、そして実装につきましては、現在、大阪・関西万博におきましては、そのアクションプランにおきましてですね、 この空飛ぶ車、えー、万博会場周辺の遊覧飛行でありますとか、万博会場と近隣を結ぶような、日転換飛行を実現したいというプランでございます。この大阪・関西万博において、まあ、具体的な運行ルートでありますとか、離着陸の場所につきましては、これ、万博終了後もです、ねえー、利用といったものも考慮しながら、今、万博協会を中心に、地元の大阪府市、 などがです、ねえー、まあ関係者間で調整を進められておりまして、この中に私ども航空局、国土交通省としても参画して協力をしているところでございます。いずれにしましても、国土交通省としましては、この大阪・関西万博における空飛ぶ車の運行を通じまして、えー、空飛ぶ車に対する社会需要性といったものの向上等に努めてです、ね、万博後の社会実装につなげてまいりたいというふうに考えてございます。 石井美津子君航空局局長のご説明だから、信用できると思うんですけれども、なんか今聞いてると、明日にでもそうなりそうな感じがするんですけれども、実はですね、大阪の夢島って、あれ、土壌があまり良くないんですよね、島なんです、そりゃそうですけれども、のその島のことについてですね、ちょっとお伺いしたい、今、とっても夢のような話を聞いた後で申し訳ないんですけれども。 あの土壌が良くないということで,です、ねあのこう、液状化とか土壌汚染などのも問題がこの相次いで明らかになってまして、この整備につきまして、すでにあの工事費の増加分が2300億円とこう書いてあるんですけれども、もともと予算はどのくらいであって、これからどのようなインフラ整備をしていくおつもりなのかということとですね、あの 今、運送アクセスのお話を、ルール聞いたばかりなんですけれども、交通に関してはです、ね、シャトルバスによる運送、航空や主要ターミナルの発着バスとか直行バスというのが出るという、パークライドという運送のアクセスが示されておりますけれども、この 会場までのアクセス、バリアフリーなども重要だと私は思います。インフラ全体の具体化に向けて、国土交通、もし大臣がお答えになれましたら、どのようにこの土台と、こういうパークアンドライドのようなものを取り組んでいかれるご計画か、お話しいただきたいと思います。斉藤国土交通大大臣、はいあのえー、政府府はあの昨年あの大阪府市 とよく連携しまして、大阪・関西万博に関連するインフラ整備計画を決定しております。このインフラ整備計画に基づきまして、万博会場周辺のインフラ整備、道路、鉄道等の整備による会場へのアクセス向上、地震対策、水害対策による会場周辺地域の安全性の向上、 大阪、関西の成長基盤となる広域的な交通インフラの整備などの分野につき,あのつきまして、あの国があ直轄工事、直轄事業、もしくはあの地方公共団体の補助事業として行うということを決めております、まあ。この計画に盛り込まれたインフラ整備を着実に実行していきたいと思っております石井光子君。 あの、予算のお答えはいただけてないですかね。はい、お願いします。河原林総合政策局長。お答え申し上げます。えー、先ほど、あの、大臣からのご答弁にありました通り、国土交通省におきました。 政府全体のインフラ整備計画に基づきまして、大阪・関西万博に関連する必要な事業、引き続き推進してまいりますで。予算額についてございますが、大阪・関西万博に関連するインフラ整備の事業につきましては、大臣の答弁にもございましたとおり、国の直轄事業、国が補助する地方公共団体の事業、そして国の各種交付金を活用して、地方公共団体が自ら行う事業がございます。 この交付金が充当されている事業につきましては、万博関連事業以外の事業も含まれておりますことから、万博関連事業のみについての予算額を直ちにせることは難しい現状ございます。私どもといたしましては、直轄事業、地方公共なっての補助事業、そして交付金事業について、それぞれ必要な予算を確保して、インフラ整備を着実に進めてまいります石井光子君。すでに2300億円という超過が出てますので、これからもっとかかると思いますが、ぜひ基盤のインフラは、 これ、大事なことなので、これから先使っていくインフラにもなりますので、よろしくお願いしたいと思います。えー、膨大な予算がかかるということと、その将来のアスペクトとしてです、ね、もうすごい計画を立てているというものの中に、カーボンニュートラルという、まあ、この実現についてです、ねえー、国土交通省はあの、国土強靭化にも含めて、 ソフト面でもハード面でも、このカーボンニュートラルをどのように実現していくかというのが課題になっていると思いますが、そこで、カーボンニュートラルというのは、あの読んで字のごとく、英語なんですね。で、カーボンをニュートラルにするという、どういうことなんだというと、脱炭素って皆さんすぐおっしゃるんですが、これは脱炭素というのは方法であって、カーボンニュートラルは、 あの目的でございますカーボンニュートラルになるように、カーボンがニュートラルというのは、いつもニュートラルとは車のは、車のニュートラルと同じなんですゼロ、ゼロになるように、使ったら使った分だけ何かで減らしましょうということで、その方法が脱炭素、炭素を減らして いくことに力を入れていきましょうという、これは目的がカーボンニュートラルで、方法が脱炭素というふうに考えたら分かりやすいと思うんですが、2050年のカーボンニュートラルや、気候の危機への対応など、グリーン社会という、グリーンっていうのは、どうしてグリーンなのかと質問したんですけれども、まさか緑に塗るわけではなくてですね、あ、のー 光合成で炭素を、脱炭素をしようとしているわけで、グリーンというらしいんですが、光合成はあの古い木はできませんし、古い、私も古いですけれども、新しい、新しい目とか葉でないと、光合成でグリーンにはならない、脱炭素に役に立たないわけですね。ですから、新しくグリーンの社会を実現して貢献していこうということなんですが、日本の CO2 の排出量、5割を占める のを見ますと、2割が運送、3割が家庭業務部門の脱炭素化に向けたやり方が遅れているからというふうに書かれておりますえ。加えて地球温暖化、これを緩和していかなければならない、加えて気候変動に適応対策というのを戦略的に取り組んでいかなければならないということで、プロジェクト、国土交通グリーンチャレンジというのがあります。 チャレンジというのは挑戦ですので、このカーボンニュートラルという目的のために、ですねえ指数まで設けて、KPI という指数ですね、キーパフォーマンスインディケーターというらしいですが、この KPI という指数まで設けて、チャレンジして、目標点に到達しようということなんですが、この政策のにつきましてですね、 えー、本格的にやっていこうとするには、きっとここに条件が必要になってくるんではないかと思うんです。どんな条件が揃っていたら、グリーンチャレンジの普及というのが可能になるのか、つまり、何の条件が揃わないと成果を収めることができないのか、こういうのをあの国民の皆さん、知りたいと思うんですね。で皆さんあのここのの計画6分野の中で 分かれておりますで例えば自動車、電気化に対応した交通、物流、インフラシステムの構築と色いろいろ書いてございますけれども、どのような条件を揃えないと成果を収めることができないのか、6つの中、1つでいいですから、例を挙げてご説明をしていただきたいと思います河原林総合政策局長。 お答え申し上げます。あの3つ6つの柱の1つに、グリーンインフラというのがございます。グリーンインフラにつきまして、えー、グリーンファイナンスとの活用を通じて、地域の、地域価値の向上を図っていくというございます。このグリーンインフラにつきまして、ご説明させていただきますと、このグリーンインフラというものは、都市公園の整備、 道路緑化、あるいは自然を重視したオフィス空間の形成等を通じまして、CO2 の吸収源対策、あるいはヒートアイランド現象の緩和等に加えまして、防災減災、あるいは地域振興といった地域課題も解決して、持続可能で魅力ある地域づくりを進める取り組みでございます。そしてまた、グリーンファイナンスという、国際的に環境分野に対する民間投資の動きがございます。でグリーンインフラの社会実装には、この公共投資に加えまして、こうしたグリーンファイナンスを呼び込むことができれば、地域価値の向上、地域化 地域の活性化の効果、活性化といった効果を効果的に拡大させることができるものと考えます。一方で、この課題といたしまして、このグリーンファイナンスを呼び込む上では、グリーンインフラの理念や取り組みに対する産業界や投資家などからの認知や理解を広げること、またそのために、グリーンインフラの効果について、定量的な評価を行って、見える化させることなどが課題となっております。このような課題にに対応しましまて国土交通省ででは令和2年3月に3館額で 官民連携のプラットフォームを設置しまして、各種の普及啓発活動、あるいはグリーンインフラの効果に関する定量化手法の検討、官民連携の資金調達手法の検討などを行っています。このグリーンインフラのテーマにおきましては、今後もこのような取り組みにつきまして、行いまして、グリーンファイナンスとの活用を促進しながら、グリーンインフラの社会実装、普及に取り組んでまいります石井光子君、論理的には分かるんですけれども、非常に分かりにくいですよね。あの 今おっしゃってる中の一つ、最後の質問になると思うんですが、そのグリーンインフラを活用した自然共生地域づくりによって、地域の価値を上げていきましょうと書いてあるんですね。あの例えばですねあの、東京の下町の浅草のようなところで,です、ね、何をどうしたら、どんな条件があったらいいんだろうかと、あそこにはグリーンがございませんで。 全部ネオンとアーケードとコンクリートなんですけれども、これ、グリーンインフラ、例えばグリーンボンドとかグリーンファイナンスというお金をこれは集める手段でございます、全部英語ですけれども、その発行をすることによって、どこにそのお金を生かして何をするということについてですね、例えばどんな条件を住んでいる人が用意をしたらやっていただけるのかと、このくらい噛み砕いて、最後にご説明できしていただけますか。 河原林総合政策局長、時間が来ておりますので、短めに。はい、簡潔に申し上げますあの今のようなあの、今ご指摘のケースのような場合ですと、これはあの、えー、グリーンインフラのうちですね、えー、この自然を重視したオフィスですとか、あるいは商業施設、こういったものを整備して、えー、地域としてのグリーンインフラを備えていくということが必要になります。でそののためにはあの再開発の中で どのように民間の投資を呼び込んでいくかというのが大きな課題になりますのでこれは地域の皆さんともあの地域の特性を生かしたプロジェクトをうまく仕組んでいくとこれが課題になるものというふうに考えております石井光子君ありがとうございますこういうことがスマートシティコンパクトシティにつながっていくと思うんですねもうこれをやっていってですね、今後結論に至って国土の作り方町の作り方もう1回検討していくという夢を与えていただきたいと思います本日はありがとうございました 君。